のせひとみは、日本のレースクイーン、モデルである。千葉県柏市出身。J オフィス所属。スタイルコーポレーションと、業務提携している。愛称は、のせちゃん。趣味は、歌舞伎鑑賞。特技はそば打ち。2006年頃から、イベントコンパニオンの仕事を始め、2011年に、J オフィスと契約。同年、スーパー耐久スポット参戦。チーム、 ジアマンゴ Z のレースクイーンとしてデビュー。また全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラスにフル参戦した8 8 1 0 r w i h m c r のレースクイーン、鈴鹿8時間耐久ロードレースチームトラスビメガワット S1000RR レースクイーンにも選ばれる。2012年株式会社フレックスイメージガールの一員として2013年まで2年間活動。 人気中には、札幌カスタムカーショーへの出演もあった。同年には、桶川スポーツランドのイメージがあるアスロサーキットレディに選ばれ2013年まで2年間継続して活動。人気中の2013年には、全日本ロードレース選手権、東方レーシング、おでんセイーハト部を、桶川スポーツランドサーキットレディとして応援した。2013年からは、雑誌は出ちゃう。の、 イメージガールにあたる関東でちゃう。ガールの正規メンバーとしても活動。同年11月の東京モーターショーではレクサスブースにてレクサススペシャリストとして出演。同年12月の大阪モーターショーや翌2014年の福岡モーターショー、札幌モーターショーにも出演した。2014年にはキックボクシング団体レブルズのラウンドガールに選出。 2017年現在も継続して活動。同年には月刊ゴルフ情報誌、ゴルフトゥデイのイメージガールユニット GT バーディー S に選ばれる。スクウェアイニックスの人気アーケードゲーム、ロード・オブ・バーミリオン関連の公式イベントにて、主人公、テレーゼ役も2015年までの2年間継続して、務めた。2015年と2016年の2年連続で、 スーパー GT500 クラス、レクサスチームキーパートム S、キーパーエンジェルズとして活動。相方は2015年が三条、知作2016年が豊島先寺であり、いずれも名前に先がつく人物と共働きしたこととなった。2016年大阪オートメッセから T デマンドのイメージガールに抜擢され、2017年現在も継続して活動。 2016年11月3日のブログにおいて、レースクイーン業からの引退、並びに2017年5月をもって、表舞台から退くことを発表した、東京オートサロン出演歴。ありがとうございます。